なんでお前今こんにちはやってくれなかったの。いや懐かしいなと思って。こんにちは、はい、こんにちは皆さん、こんにちは、始めますよ。あね、今日ですね、ちょっと私事を一つだけ言わせていただいていいですか。はい。今日ね、視野検査、前回に続きですね、緑内障の疑いありっていうことでですね、うん、朝検査行ってきたんですよ。その時なんかもう瞳孔を開く目薬をされてですね、いまだに視力が回復してない。ぼやけてるんですか。合わないんですよ。なんかピントができないから、もう眩しいのとかもう尋常じゃなくて眩しいし、これぐらいっていうピタッとそこじゃないと見えないんですよね、うん、まあ、それはいいんですよ。それで思い出したことが一つあるんです、うん、僕のマブダチのですね、元もうすごいワールドクラスプレイヤーのね、元キャプテンがいるんですけど、その子はですね、まさかの目を脱臼したらしいんですよ。何の話やと思いますね。目って脱臼すんのみたいな。意味が分からん。よくよく話を聞いたら、もうレンズがもうなんかこう収縮するとこが脱臼しちゃって、レンズを、あ、来た、来ないよね。レンズをですね、変えたらしいんですよ、うん、ガラスに、うん、ピッて。そうなるとですね、はい、ちょっと今そのレンズをね、届けに、レンズを届けに来たんじゃないんですよ。いいっすか。そのですよ、その人はレンズ、普通に入ってるレンズをぶっこ抜いてもう脱臼しちゃったから、うん、はいはい、人工のレンズをぶって入れたら、それ以降こうピント調節機能がなくなっちゃって、一定の位置しか物が見えなかったらしいんですよ。ここも見えない、ここも見えない、ここしか見えませんみたいな。そうなの。そんな人がいる、人造人間みたいな人が世の中にいるんですよ。それでもう一回やったら、もう目ん玉の中でバーンってガラスが破裂したら、失明するよって瞬間、その瞬間刹那ですよね。やめますって言って引退したやつがいるんですよ。誰とは言いませんけど、もう見て、あいつねっていう人はあいつって言いますけど、そんな別にいいんですよ。誰とかは全然下に書かないでくださいね。もう答えないから俺は、ね、個人情報ですから。いや、じゃあもう全然話なくなったけど、今日お知らせするのはこちらですね。イングランド代表の2223の長袖トレーニングジャージなんですが、非常に着心地がよろしい、うん、もうね、間違いない、いいですね、間違いない。ただちょっとタイトだ。これ俺 S 着てますよね、いつも通りですよ。はい、 S ね、うん、S 着てます。タイト、ここです、ここ。これですね、最近なんか言ったじゃないですか、沖縄と、まあ、大阪、神戸方面にもう連チャンで俺は行ったわけですよね、はいはい、出張に。もう食いまくり、飲みまくり、うん、わっしょいですよ、うん、ずっとこうなっちゃうってことですよ。はい、そうです。今日から節制、今日からじゃなくていいや、来月から節制しようと。いいですね、ちょっと先送り、ちょっとだけ先送りするんですよ。来月からですね。来月から、今日明日明後日ぐらいは、まあ、ちょっとまだ入ってるんですよ、俺は、うん、予定がね。あのですね、何が言いたいかというとですね、こちらの T シャツ、ジャージかなりおすすめなんです。なんでかっていうと、もうね、この着心地がいいのと、これね、なんだろう、ちょっとね、T シャツよりは分厚い感じ、ジャージよりは薄い感じ、うん、で、もう随所にこのなんていうかな、伸びるとこがついてるんですね、うん、気持ちいいですよ、ポリエステルですよ、うん、で、そこでなんですよ、後ろ見て、もこの話は次回ぐらいでしょ、もうね、こう、うん、これちょっと気になるよ。誰かがこれぶっ込んでくれたわけですね。いいんです。最近ですね、僕が紹介してることよりもですね、この周りについてですね、反応していただける方がかなり多いんですよ。嬉しいんですよね。そういうためにわざとやってるのかね、これね、うん、じゃあですよ、メイドインどこだと思うか。メイドインですよ、ポリエステルは。これアンブロ、はい、ポリエステルは、はい、中国です。ダモイじゃん、違うんですよ、タイ。違う、あ、欲しいな、なんかさ、いいね、いいとこついてる、いいね、こうじゃない、こうじゃない、はいよ、で、こっち行くかこっち行くかだよね、うん、どっち行きたい、こっちかこっちか、行くなら、こっちか、こっち、こっち、南国、こっち行ったら誰がある、誰が、インド、インドあるな、はい、もうちょっと戻ろうか、戻る、うん、台湾、あ、え、台湾これだよ、あれ、いや戻りすぎた、タイからこっちって言ってんじゃん、こっちじゃなくて、そっちはなんて、タイよりもインド、こっちよりで、インドよりも、うん、もうこの間しかないんだよ、こっちなんですよ、インドネシア、で、インドネシアこっちだから、あれなんだっけ、インドと一緒になって、まあやったやん、もうお前復讐しろ。うちの息子でも今復讐、翌週復讐してますよ、そりゃ受験生ですから。インドネシアじゃない、バで始まるよ、ああ、
バングラさん、バングラさんなんですよ。まさかのですよ、バングラさんですよ、皆さん。デッシュか。デッシュ。バングラデッシュ。いいですね。バングラさんなんですよ。いいですね。バングラさん。わからない。わからないけど、かなりクオリティ高い。なんかね、なんだろうな。来た瞬間に、あ、いいねっていう。うん、いいなっていう感じですね。触っても、そんな感じした、ね。多分ね、これちょっとごめん、見てないんだけど、多分 UV もカットできると思う。そんなレベル？だからあの夏で、いやいや本当に菅であるとかで暑いからシングで行きがちじゃん、うん、みんな。いいんだよ全然、ね、いいんだけど、俺みたいなおっさんになってくると、まあ見苦しいって人なんだけど、もう一個もう紫外線が天敵なわけですよ。もうシミとかになっちゃうんですよ、うん、僕たち。でも下手したら眼科とかしたらもう眼だから、皮膚眼とかでしょうね、防御しなきゃいけないですよ。毎年真っ黒ですけどね、言うても。そうと言ってもですよね、菅で言ってもなんですよ。いや、これから始まりますけど、菅平とか本当気をつけてください。本当紫外線マジで強いから。あ、そう、普通じゃない、尋常じゃない量あるんで、ちょっと曇ってるなぐらいでも日焼けしますからね。うん、近いからね。それが菅平ですよね。いいですね、気をつけてください。菅平。いいですね。あのですね、これから、イングランドグッズが結構今出てるんですよ。確かに。出てるでしょ、グッズ。はい、あのね、わかんないよ。わかんないが、俺若干怪しいと思ってんだよね。何がすか？これ終わるんじゃねえか、契約終わるんじゃねえか説ってのちょっと若干俺は疑ってる。イングランドの。よくあるパターンなんですよ。ここまで来ると。バンバン出してくるっていう。でも、はい終了みたいなパターンありえますからね。あ、終わるからってこと？だからこれでこれっていうのが逆にレアになる可能性あるから、皆さんぜひですね、うん。だったらやべえって方はぜひ早めの方がいいかも。かもですよ。これで来年も普通にアンブロでこんなのでやーとこんちゃーっていう可能性はある。あるが、俺の読みだ、読み。ですね。わかりますね、はい。はい。というわけでですね、今日ご紹介したの、全然紹介できてなかったかもしれないけど、ロングスリーブの2223モデルのイングランド代表のトレーニングジャージのご紹介でした。前回っていうか前さ、南アの、ほら、ストーマーズのやったじゃん、4色ぐらいあったやつ。うん、ストーマーズ。あれも薄かったけど、ジャージって言ったじゃん。うん、最近そのパターン多いよね。確かに、あのこういうちょうどあったの、ジャージと呼ぶよ、ね、こういうザ・ラグビージャージじゃなくてこういうのジャージって言って出してきてるパターン多いんで、うん、ちょっとその辺もですね、世の中の動向ですよね、うん、をチェックしていただいて、あそんなんだなって思っていただければというふうに思っております。ちょっと今日近いでしょ、こうやって目が見えてないんですよ、これ。ほんとに気持ち悪いんですよ、目が調子悪くてですね、うん、はい。すいません、ちょっと私事ですよね、私事ばっかりしたりとかね。はい、というわけで、こちらの商品もですね、あ、取り寄せがメインなのかな、これはね。そうですね。なので東京店かウェブ店の方でご注文いただければというふうに思っております。